降りて。ここはちょっと浅すぎだ。なんか鯉しかいねえ気がする。あ、マグナね、ジョッキーシフトにするよ。あ、ついに。いや、あのさ、ハーレー書いたやつがジョッキータイプだから、今練習しとけば、あれ難しいみたいね。あれさ、クラッチどうすんの？なんかね、あるんだ、こっちに。だからハンドル部分がさ、ウインカーとかも取っちゃったから全部、もうあのアクセルのあれしかなくなる。どういうこと？すごいシンプルになる。あのハンドルがすっきりする。ウインカーを取る。ウインカーはね、違うところに移設したから、ハンドル部分がチャリみたいになる。あ、でもそんな感じか。ちょっとジョッキーシフトのやつってそうじゃん、多分。こっちやんないから、足で。あ、クラッチ足の踏んでこっちでやるようにする。なるほど。今は足で上げたりしてるからさ。あ、そっか、左足でクラッチ。そう、はいはいはい。だから信号とかで止まるときにこっちのブレーキは使えないのよ。あ、両足、あ、どっちが。そう、なんか今までさ、ブレーキでこうやって止まってたから、それが変わるからさ、慣れないとやばい。そう、ハーレーでこかす前にこっちでね、マグナで慣れとけば、車よりいいかなと思って。車とりあえず乗れればいいかなっていう。いや、ジムニーでいいよ、どこでも行ける。あれ、やっぱりフルスロットルで走りたいから。パワーありすぎて。そう、あの Z4 もね、4分の1ぐらいしか踏めないんだもん。結構パワーある。そう、すぐスピード出ちゃうから。あれ、全速力フルスロットルじゃないとさ、60キロも出せないから。あのむしろそう、マグナもフルスロットしないと走れないから、逆に面白い。使い切れた方が面白い。うん、分かるわ。普通の行動さ、そんな排気量高いやつ意味ないんだもん、結局。明日は日本になる。うん、ジムニーはね、マジでいいわ。屋根も取れるし。うん、でもなんかバイク乗った後みたいな疲労感がすごいけど、あの車を運転してる疲労感じゃない、あれは。すぐ走れないし、バイクと一緒で段差見ながら走んなきゃいけないし、あのすぐガタガタになるから。ビートもそんな感じだった。ビートじゃだなかったけど、バイクに似たような。あ、そう、あのスプリング切ったじゃん。だっけか。スプリング切ったから。そうしたんだ。あの全然あの乗り心地がやばいし、フロントブレーキ効かないし。熱いし。え、それ引っかかったね。あの浮く。あ、浮くんだ。トップウォーター？トップでもないけど、下ばっかりやってる。見せて。なんてやつ？お魚スライド。そんなダサい名前なの？え、もう何？最近はでっかいやつでやってんだ。結構でかいやつ。個人的にちょっとでかいのがで釣りたいっていうのが。すげえ。むしろなんか8号型でかいやつの方が反応がめちゃくちゃいい。あ、そう。ちっちゃいのだとそもそも濁ってて見つけてもらえないんじゃない。なんか昔の常識が変わってきたんですね。ちっちゃいやつだと見つけてもらえなくて初めてだよ。おう、ちょっと沈むんだ。
行って山行く。あ、山行く。まあ別にじゃあ俺さ、なんだっけ、掃除機やったりするから。あ、普通に開店準備を。あ、今日普通にカフェか。あ、でもだから電話番号さ、いつもさあの置いてんの。あ、何かあったら、あのじゃあ来店したら電話してくださいってどっかちょっと近く行くときは。じゃあ。どうしよう、ちょっと。あ、じゃあ全然釣りしてていいよ。ああ、じゃあ普通にカフェに。うん。ちょっと夜は。うん。ああ、じゃあ、また。はい。あ、いけんじゃない。あー、止まっちゃう。二足？二足。もう二足は結構ね、日々。一で結構上げてからじゃないと。結構限界ぐらいまで。あ、もうそのぐらいで行くしかない。阿部ちゃん、阿部ちゃん、こっちこっち。あー、かっこいいね、やっぱそれ。ここね、一足で行って、あの坂登るまでに二足のパワーバンドまで持っていけば、一気にこれ行けるから、こう。こう。そう。あの、あっちぐるっと回って。やばいね。一足で、ここ一周してくれば。途中でね、戻しちゃうともう登れないから。あそこにカモシカいたの。あそこにカモシカいた。これだ。これパワーバンドあるあるね。あそこに入んないと。だいぶ回さないと。入ってよ、もう。やばいわこれ。これ？あ、その坂ね。そこ登れる。うん。あ、あれだね。あそこやばいっけ。これは
ツーポイントあるのね、あの坂の途中に。坂の途中なの。埋めてるから、あの当たれるようにスコップ持ってきて。やった。一箇所だけね、全部じゃなくて、そこ通れば登れる。難易度高え。エンストというかさ、エンストならまだいい。これ左に曲がないでまっすぐ行くと。ああ。埋めてた。焦ったわ。面白い。もはや。